前の両宅、今日は3年10月17日は、武善国の活藩の範囲で、乱学者、後、江戸幕府の幕臣。解体新書の主観翻訳者、両宅は、通称で、生に源を用いることもあった。意味名は、木で、四実中、ジョミスと、辞書することもある。字は、小つ、号は落山、後に、乱化。福岡藩江戸詰藩士。 源の荒助の子として、おそらく江戸で生まれる。幼少で両親を亡くしたため、母方の王子で、淀藩の医者宮田た禅沢に養われる。禅沢は、吉松東道の恋法の流れを組む医者で、医学秩という以上を描くほど博学だったが、奇人だった。両宅に、世の中には捨ててしまうと耐えてしまうものがある。流行りはどうでもいいから、捨てれてしまいそうなものを習い覚えて、 後の世に残すよう心がけよと教えたという。1748年、前沢の妻の実家で、中津藩の医師前の家の養子となり、中津藩医となる。その傍ら、世に廃れそうな一節切れを稽古しその秘局を極め、猿若狂言の稽古に通う時もあった。解体新書、国立科学博物館の展示。1743年頃、同じ藩の知人から、 オランダ書物の切れ端を見せられ、国が異なり言葉が違っても、同じ人間だから理解できないことはないだろう、と乱学を志す。晩年の青木金曜に指示した後、1769年に藩主の参勤交代について、中津に下校した際、長崎へと留学した。留学中に手に入れた西洋の解剖書、ターヘル・アナトミアを、杉田玄白、中川順安。 桂川保守ら名誉と3年5ヶ月かけて翻訳し、解体新書を編纂した刊行しかし、解体新書発行当時、その業績は知られておらずその存在が知られるのは、解体新書の翻訳作業の困難を記した、原白の乱東ことはじめを待たねばならなかった。両宅が解体新書に自らの名を出さなかったのは、その翻訳の不備を自らがよくわかっており、 これを恥として許すことができなかったためと言われている。また一説としては、乱学に対する幕府の対応がかんばしくなかったため、万が一の際に、最も乱語に通ずる両宅に、都かが,が及ぶのを避けるためと、前説の訳の不備に対する両宅の気持ちを過ぎたが、汲み取ったためと申されている。その後、乱学に対する真摯な姿勢により、藩主、奥平まさかより、 乱学の化け物と称賛され、これを誉れとし、乱化と号する。まさかが、ボイセンプラクテーキを与えたとあるが、バンヘンリーカス・バーアイソンが表した、プラクテック・デアメディシンのことである。両宅はオランダ語研究に、夢中なあまりに、ハン・ツトムを怠りがちで、同僚の範囲たちはまさかに両宅の職務怠慢を、訴えた。ところがまさかは、日々の治療も仕事だが、その治療のために、 天下高生の民に有益なことをなそうとするのも仕事であると言って取り合わなかったという。関西の三鬼人の一人高山被告老と親しかった。娘の嫁ぎ先である幕府医師、小島家で没した。弟子に芝公館、大月玄卓等がいる。晩年は加齢による眼病や中部に苦しむが、オランダ語研究の熱意は生涯衰えなかった。 1803年11月30日、81歳で死去。東京都台東区下谷池の旗総統集慶安寺に埋葬。1913年にこの寺が東京都杉並区梅里に移転した。某火が残されている。明治時代となり、中津藩出身の福沢諭吉と大月家の人々によって両宅の検証活動が推進した。特に、 大月玄白の孫女伝と文彦の活動は顕著であった。幸吉はターヘルアナトミアの翻訳事業を単なる一医学上の障子でなく日本文明の重大事件と位置づけた。1893年前の両宅には聖四位が送られた。なお、杉田玄白と青木昆陽には1907年に聖四位が送られた。諸角国彦。 東京のヤトパートに中津藩は文言帳がしっかり残っていないためどちらかは不明。PP21 から25。今陽に入門した時期はいくつか説があるが、前後の経過から推測して、乱学ことはじめにある、法歴末、民の初年が正しいと考えられる。PP26 から29。バン・ヘンリー・カス・バイソン・プラクテック・でア・メリシン2013年3月26日。 閲覧。吉尾高牛の口実をまとめた、陰液発備えがバイソンの著作の翻訳とされるが、原本についてはよくわかっておらず、両宅との関係、貢献は不明である。高橋義時宛てま、重富の所簡、P250、鳥 EP266、鳥 EPP274 から276。ありがとうございます。